県公立高校入試の学力検査を明日に控え、時川町の小中学校で今日給食で受験生を応援する特別なメニューが提供されました。受験生応援メニューはリラックスした気持ちで思いのこもった給食を食べてもらい、応援している人がたくさんいると感じてほしいと始まり、今年で4回目で、今日は町内のおよそ600人の小中学生に提供されました。メニューは勝者という意味の英単語ウィナーの発音と似ているウインナーを使ったスープ、験担ぎにタコをオクトパスとタコを使ったメンチカツ、それに昆布などの縁起物を使ったツナ昆布ご飯です。時川町立玉川中学校では明日36人の中学3年生のうち19人が公立高校を受験するということです。美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。縁起がいいもの食べられて明日の受験が受けそうな感じがするのでめちゃくちゃ嬉しいです。ウィンナーでウィナーということでウィンナーが一番美味しいです。明日の受験はどうです？ウィナー、もちろんウィナーです。頑張ります。一つ一つに込められた思いをですね、噛み締めながらですね、その気持ちを高めていただいて明日の受験に臨んでいただければというふうに思っております。